今季一番の寒さが来て雪が積もりました。鶏がどんな様子か見に行きたいと思います。寒くはなさそうやけど雪の上に出ないです。ほらそうやと思って取りに行きました。初めての雪や。ほらいた、雪食べてる。卵産んであるかな。あ、2つ産んであります。なんか斑点がある。どこ？いて。水が凍ってる。水飲めないですね。手がもうめっちゃ痛くなってきました。寒くて。暑いぞ。ほら、暑いよ。ほら、暑いよ。何しとらんや。ショーク見やすいよ。暑いよ。暑い。あ、バカ。こいつ、お湯にくちばし突っ込むな。飲んだわ。こいつ飲んだ。これまだ熱くないんかな。熱ないねんね。きっと溶けてない。まだ凍っとる。熱いけど、熱いけどね。指入れたら飲むね。
さ、わからない。大丈夫。今日の朝ごはん、煮干しとリンゴの皮、白菜、豪華。あとは葛米です。米を作ってる人が葛の米、いらない米を無料でくれました。入れて、普通の米とちょっと違う葛米。ほら出てきた。出てこいよ。コマ。コマ。出てこない。嫌なんすね。こま、お、煮干し取って、ほら、こまちは嫌みたいですね。煮干しばっかり選んで先食べます。鶏は大好き。この子たち雪も大丈夫みたい。